ままずは、えー、簡単な自己紹介させていただきます私は台湾出身で、えー、子供の頃から日本のポップカルチャーが大好きで日本のポップカルチャーを中心とする研究を行っています、えー、例えば日本のアイドルとか、えー、アニメとかそういったあのファン文化についても幅広く研究をしています、えー、主にジェンダーの視点と社会学のアプローチで、えー、研究を進めています私自身もあの日本のアイドル とか大好きでよくあのドラマとかを見ているので自分の趣味を研究にしているのがとても楽しいですね。現在,現現在進行中の研究テーマは日本の PL あのつまりボーイズラブというジャンルですね。主に漫画、今回は漫画の研究をしているんですけれども漫画の描写の分析とあと、えー、読者と漫画家のインタビューを通して BL という女性のために女性が描く女性が読むというジャンルにおける法則ファンたちの法則の理論構築を試みます。というのもですねこれまで BL に関する日本国内外の研究がたくさんありますし特にジェ,ンダージェンダー論とかフェミニズムの論点で考察するものがとてもあのたくさんあります。しかし、か BL の長い歴史と えー、幅広い海外における需要を、えー、見てみるとやっぱり BL という分野もですね、えー、もっと体系的に捉えて、えー、BL 研究のための理論を構築したい、えー、構築したいなと考えていますのでこの研究を進めています、えー、そしてどうしてえなこさんを選ん,か、えー、選んだかというと特に文献、えー、の世界においてですね 日本語がわからないとうまくできない分野とか研究テーマがたくさんあります、えー。そして私自身のテーマもそうですけれども、英語圏の研究をた,あのたくさん読んでいる中で、あのやっぱりあの中ではですね、日本の社会文化に対する理解が不十分だったり、日本語の文献があまり言及されていないとか、そういった研究があの結構あるので、正直、どうしても違和感を覚えてしまうのが正直な気持ちですね。 日本語で書かれた、えー、優れた研究が山ほどあるんですけれども、それらが英語で発表されていないだけで、あんまり国際社会に知られていない、それがとてももったいないなと思っています。自分自身も何回か国際学会で英語で発表したことがあるんですけれども、やっぱり行動発表したものを日本、えー、英語の論文に仕上げて、英語のジャーナルに投稿するってなると、ハードルがとても高くなってしまいます。 なので、あの、まあ、非常に情けないことに、私、私自身も何回か、英語チャンネルに投稿しようと思ってたんですけど、あんまり自信がなくって、その第一歩をですね、なかなか踏み出すことができませんでした。でも、今後、海外の研究者と共同研究をやったり、あるいは海外の研究機関で働くってなると、やっぱり、あの、英語の業績はですね、どうしても必要となっています。 なので今回ですねやっとあの勇気を出して英語チャンネルの投稿を、えー、決意しました。その時に友達に勧められたのはエナゴさんですね。えー、そのな,なのであの早速ホームページとかいろいろあの拝見してあのいろんな説明がとても丁寧にされていてあのそしてお客さんの声などのあのビデオのあの感想とかもあ,あ,あったりしてそれを見るとですねやっぱり非常に魅力を感じます。 えー、特にですね、翻訳のダブルチェックとか、えー、投稿支援のサービスに非常に魅力を感じたので、えなこさんに、えー、お願いすることに、えー、決意しました。えー、そして、えなこさんのサービスについてですね、やっぱり質の高い翻訳とダブルチェックはとてもありがたいんですね、えー。そして特にですね、私のような英語チャンネルの投稿に初めてチャレンジする初心者に対して、 投稿支援サービスがが非常にありがたいですね英語の論文はもちろん普段あのたくさん読んではいるんですけれどもいざ自分で書こうってなるとやっぱり難しいんですよね例えばあの日本のジャ,ジャーナルと違うところが結構ありますしその特にその定、えー、裁とかあるいはあの重視するポイントがちょっと日本のジャーナルと違うあのところがあったりしますなので英語ジャーナルの、まあ、選択から えー、プレイ作得までしていただくことがとてもありがたいですしあのそうしたあのことによってですね、えー、ロームの提出とか論点をうまくアピールするコツなどが、えー、明確に分かりますそして、えー、投稿した後にに作得コメントに対する対応とかも、えー、そういったサービスもあるのでとてもありがたいんですね もちろんそれなりに料金がかかりますけれどもサービスのクオリティが十二分期待できるので安心して任、まま、せられると思います。今後もぜひまた利用したいなと思います。